ホープ及びホズボはディールディフェンスがドイツ空軍向けに開発を進めている新型精密誘導爆弾である。ディールディフェンスは2010年に量産準備が整うとしていたが現時点で発注はされていない模様である。ドイツの当局者はホープがアメリカ空軍の区分 -28 よりも貫通力に優れるとしている。ホープの最初の実写試験は2008年9月4日に ドイツのマンヒングで、ドイツ空軍のトーネード IDS から行われた。2008年9月14日には、スウェーデンのビゼル実験場で、ホープの死者が行われ、成功した。エラ2006で展示されるホープエラ2006で、展示されるホズボホープは、高い機動性を備えた、滑空爆弾で、トンネルや地下号などの効果目標だけでなく、移動する目標に対する攻撃も意図している。 ホープの射程は 160km で内蔵の GPS 及び完成広報装置と画像誘導装置で誘導される。ホズボは極めて高い機動性を備えた滑空爆弾で高エネルギーマイクロ波を用いる七姿勢弾頭を含むモジュラー弾頭を搭載できる。射程及び誘導方式はホープと同じである。ありがとうございます。